皆さんこんばんは。電子、語学教材開発研究部会のですね、今年度初の研究会をやっと開くことができました。すみません、ちょっと私がバタバタしてまして、セメスター中は全く開けなかったんですが、まあ、これが初回ということになります。で、まあ、今回はですね、まあ、作って納得デジタル動画教材というシリーズで、今月と来月と再来月の3回に分けてですね、このキャンパスプラザで、実際に皆さんに動画教材を作っていただくプロセスを、まあ、学んでいただきながらですね、最後、まあ、完成まで行き着くという、まあ、夏休みの自由研究のようなことをですね、ちょっとやりたいなと思っております。で、今日は講師としてですね、その3回を、講師として引き受けてくれたのがこちらの立命館大学の生命科学部4回生のですね、家永大輔君です。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。で、彼は立命館大学放送局というですね、歴史と伝統のある、まあ、クラブがあるんですが、そこの元部員ということで、こうした動画教材、動画作成編集のですね、で、まあ、将来身を立てたいと思うぐらいには詳しい男でして、後でご紹介するですね、私が作った動画教材なんかも手伝ってくれた人間です。で、そもそも動画教材をなんでそんな作らないかんのやということになるいう話から始めたいんですけども、もうすでにですね、ご存知のように、今や動画で学ぶ時代が到来していると言ってもいいと思います。インターネット上にですね、特にいろいろな種類のいろいろなスケールのいろいろなタイプの動画教材がもうこの5年以内ぐらいでですね、もう爆発的にリソースとして増えてきているなという印象があります。例えばスケールの話から始めますと、まあ、大学、国内外の有名大学がですね、動画の教材をその公開している、まあ、そのマッシブオープンオンラインコース、まあ、MOOC といったりもしますけれども、主に北米の大学が中心となりまして授業をですね、もう展開する。そしてその時に、授業の動画ということで、単に教室の動画を撮って公開するというですね、オープンコースウェア的なもんじゃなくて、ちゃんとオンラインの、まあ、受講者っていうのを意識したタイプの、プラットフォームを作っている。それが、まあ、MOOC と呼ばれるものですね。有名どころでは edX でありましたり、コーセラでありましたり、ユダシティであったりで、日本の大学からは京都大学が初めてこの edX、ハーバード大学と MIT がやってるやつですけれども、こちらにですね、登録をして、この前期にですね、15週やったと。で、私そっちもちょっと関わったんですけれども、で、まあ、その関わる中でですね、やっぱ見てて思ったのは、まあ、ほんまに多分今後大学は、日本の大学もですね、MOOCの波の中に入っていかざるを得んだろうというのが正直なところでした。はい。で、他にも、まあ、JMOOC っつってですね、私はちょっと否定的ですが、学校というサービスをこの間始めたり立ち上げたりしてまして、立命館大学なんかも、この中で1講座を持ったりもしてますね。で、それが最も大きなスケール、数万人を相手にしたですね、スケールだとすれば、もう少し小さなスケールで言うと、民間の教育機関もですね、最近続々とこうした動画の配信さ、教育動画の配信サービスに参入してきております。で、まあ、こうしたテクノロジーをですね、教育に生かしていこうという流れのことをエドテックと最近は言ったりしますけれども、エドテック系のサービスで動画を使って有名なところといえば、まあ、マナディというのがあります。これは大学生がですね、受験勉強の、まあ、役立つですね、動画教材なんかを配信しているサービスですね。で、あとは私の友人でもありますけれども、無料でそういう教育格差を埋めるための一助になりたいということで、無料の動画を配信している e ボードっていうのもございますし、もっとビジネスライクなものとしてはスクーというのも最近あります。で、書き忘れましたけども、リクルートが最近始めた受験サプリっていうのもまさに動画の配信サービスですね。ですから、一時はこうした受験、主に受験勉強に関わるところではあるんですけれども、まあ、東進が衛星予備校つってですね、有名なカリスマ先生の授業を配信していたという、まあ一部ではちょっと物笑いの種にもなってましたね。こんなんで勉強できんのかいなっつって言ってたことが、インターネットの爆発的普及によってですね、そしてこういう、まあ、スマートデバイスの普及によって、まあ、東進だけじゃなくてですね、民間企業とか民間団体がどんどん参入してきている。
というのが 一方にはあります。そして、さらにはですね、教員が独自に開発公開している、動画の教材というのもありまして、まあ、私がやってるやつはもう大概皆さんに ご案内やと思いますので、ちょっと珍しいと言いますか、もしかしたらご存じないかもしれないということで、こちらを紹介したいと思います。これは大阪府立大学 の清原先生がですね、公開しておられる中国語学習ジャーナルというウェブサイトで公開されている動画ですね。ちょっと音声が出るか不安なんですけども、合ってた。これなんかは、長さにしたらですね、わずか3分ぐらいの動画です。これはあのショーミーというアプリを使って田中先生が、清原先生が、ショーミーを使って実際に作られておられるものですね。ですぐにこれで授業に、まあ、役に立つかとかですね、これで授業の代わりになるかといったら、それはもちろんならないわけですけれども、一つの実験的な試みとしては面白いと。でもっと本格的に展開しておられる先生もおられましてですね、それが私の知ってるのはこの青山学院大学の寺尾先生という、どちらかというとその社会統計学をやっておられる先生なんですが、私もツイッターで知り合いになった方なんですけれども、この方はですね、もう自分の講義15回分ですね、全部このユーストリームで配信しておられるんですね。でこのようにスライドを映すところからスタートして、でもなんかボソボソ喋っておられますが、まあ、あとはもうあの押して知るべしといいますか、スライドをどんどんめくっていって解説をされるというスタイル、これ15回分あります。でさらに、もうすでにご案内だと思うんですけれども、私がですね、この前期に、立命館大学スポーツ健康科学部で、まあ、成果の授業をですねサポートするリメディアル的な、まあ、こちらも単位の出る成果授業なんですが、リメディアル的なですね、授業として、まあ、やってみた、やつですね。はい、これはあの動画を見てきてですね、その動画の動画内容に沿って、やってきた宿題を対面授業で添削してもらうというタイプの授業であります。でこれの編集、撮影編集をこの家永君がやってくれたということになっております。はい、というわけで、スケールは様々なんですけれども、こうしてですね、一部の予備校とかが取り組むという時代はすでに終わっていると思います。もうどんどんこうした動画教材が、リアルに使えるものとして、まあ、どんどん入ってきていると。で、まあ、ちょっとここには省きましたけれども、もう実は受験生たちの間でですね、高校生特に多いんですけれども、動画教材を使って勉強するというスタイルは実はもうかなり定着しつつある。スマ勉と言いましてですね、スマートフォンを使って勉強をするというのはもうかなり実は定着しつつあるというのも一方にあります。で、ここでちょっと動画のですね、まあ、一概に一口に動画教材といいましても、まあ、いろんな種類があるだろうと、タイプがあるだろうということで簡単にまとめてみました。授業録画型、これは教室での授業をそのまま録音したものです、録画したものですね。ですから90分の授業でしたら90分ずっとカメラを回しておいて、それを公開するというタイプのものです。これはオープンコースウェアという、ものの中でよく使われていたものなんですが、残念ながら日本ではほとんどあれは普及しなかったMIT のオープンコースウェアが世界で一番有名だと思いますが、90分の授業15回分が全部もうアーカイブ化されている、まあ、そこから MOOC が生まれたわけですけれども、まあ、これはですね、授業録画型っていうのはもう授業を映してるだけですから、まあ、まずはそのライブ感がやっぱすごくあると。先生がこう動き回ったり学生と質疑応答したりですね、ライブ感があるなと。で、まあ、編集もまあ楽かなと、ずっと撮ってるだけですから。ただ良くないところとしてはですね、まず、まあ、いざ編集するとなったらやっぱ大変です。先生がですね、まあ、必ずしもそのカメラを意識して喋っておられるわけではありませんから、話が飛んでしまったりですねすることもあるし、あと見てて単調ですね、非常に単調になりがちであると。しかも90分の授業を録画するのであれば、
90分それを見なければいけないというのはこれはかなり苦痛だと思います。で、ある研究、エデックスを使った動画の研究では、1本の動画の集中力はだいたい6分でピークを迎えると、受講生の集中力は6分がピークなんですね。なのでもう6分過ぎたらもう視聴をやめてしまうケースが続発すると。なので90分というのはいくらなんでももうさすがに長いんじゃないか、60分でも同じことですね。で、さらには先ほどの私の P0 のような板書型っていうのもありえます。で、黒板とかですね、大型ディスプレイの前で講師が解説を行うと。で、これは比較的ですね、定着した形式であると。教える側、教員の方にとっても、勉強する学習者の方にとってもですね、黒板の前で先生がずっと喋ってるっていう方式は結構定着してますので、学ぶ方も教える方もですね、比較的ハードルが低いんではないかと。その一方で、私がこれ実際経験しても痛感したことですが、これは撮影環境の確保っていうのが大変です。つまり照明の具合とかですね、音がちゃんと取れてるかとか、さらにはその取り直しとかですね、もうやっぱりいろんな、まあ、それに何より黒板とか電子大型ディスプレイを置くスペースがいりますから、この確保がやっぱ大変なので、一人でちょっとやるのはかなりしんどいなと思いました。で、先ほどの浅尾先生のようにスライドをどんどん見せていくタイプですね、あれスライド型と私呼んでおりますけれども、あ、作りやすい指定コストなんですが、もう先ほどもう冒頭数十秒で分かっていただいたように、もう面白くないと。ちょっとコンテンツとしてはどうかということですね。これは非常に重要なポイントでして、動画教材なので見てもらわなければ意味がないわけです。じゃああれをずっと見るかと、まあ、それはよほど興味のある人とか、強制力が働く場合ですね、あの単位にしちゃうとかそういうのは見るでしょうけれども、まあちょっとしんどいかもしれないですね、まあ、作り方次第だと思いますが。で、キャプチャー型、これはあのカーンアカデミーなんかに見られるようにですね、タブレットに何かを書いているその様子とかを見せる。先ほど の清原先生の、動画教材もですね、このキャプチャー型といって差し支えないかと思います。 E ボードに書いてある、書きながら先生がお話しされてて、それが、一緒に流れると。で、まあ、低コスト手軽に作れるんですが、まあ、ちょっとですね、編集とかをかけないと単調になりがちかなと、まあ、3分程度でしたらいいですけれども、あれで10分20分はちょっとしんどいかもしれないですね。はい、で、最後にあのテドエドなんかで公開されているタイプの、アニメ型っていうのがありますね。これは実際見てもらった方が分かりやすいと思うんですが、テドエド、まあ、これはテッドが作ってるエデュケーション用の教育用のですね、教材なんですが、まあ、いわゆるこういうタイプのものですね。まあ、これは私勝手にアニメ型と呼んでるんですけれども、このアニメや動画のもともとあるコンテンツとかですね、それ用に専用に作ったコンテンツに沿ってナレーションが淡々とこう進んでいくタイプ。で、これはですね、むちゃくちゃ手間がかかります。お分かりのようにめっちゃしんどいです、こんなの実際に作ろうと思ったら。ですので、これはあまり現実的ではない。よほど専用のスタッフ、専従のスタッフがいてくれて、あとそうしたスタッフを回す潤沢な資金がある場合はいいのかもしれません。で、見栄えがとにかくいいですからね。できたらこんなん作れりゃいいなと思うんですが、これをましてや教員一人がやるってなったら、他の仕事は全て犠牲になると思った方がいいでしょう。というわけで以上、6つですかね、の5つのタイプを、ご紹介したわけですけれども、この研究会でですね、3回にわたって作っていただこうと思っているのは、まず一番端っこの授業録画型、これは外そうと。これちょっともう無理だろうと。で、アニメ型、これもちょっとしんどいであろうということで、板書型かスライド型かキャプチャー型か、この3つのタイプの中のどれかをですね、実際に先生方に作っていただきまして、で、この研究会のですね、最後に宿題という形でもうお渡ししますというか、もう宿題を出しますので、次回は9月6日です。ちなみにその時までにやってきていただきまして、そして、まあ、分からなかったとことかですね、困っているとことかを、まあ、私と家永君でまたそれを見させてもらうと。で、最後3回目でですね、それが完成すると。 できればいいものができたというのであれば、できればこの研究会の名前でですね、公開をしたいと。まあ、そしたら、来年度も予算がつくんじゃないかと。もうちょっとこの研究会も、研究部会はほとんど木村の趣味の会みたいになってしまってるんで、ちょっとね、なことないと、皆さんのためになってるんだよということをですね、アピールしたい、そういうきっかけにもしたいと思っておりますので、ぜひ
なんていうんですか、いろいろちょっとね、動画はやっぱハードル高いっていう意識がおありだと思いますし、実際高いんですよ。ですができるようになればですね、ものすごいパワフルな教材になり得ると私は思いますし、それ何よりですね、まあ普段の研究会から申し上げておりますように、もうそろそろちょっとこのエドテックの波に乗れへん人がから振るい落とされていくだろうというのが、私のですね、まあ偽らざる、意見です。で、私自身、まあ、もうやらしい話をさせてもらいますと、4月から職位が変わりましてですね、今まで、まあ、取られる側やったんですが、取る側になりました。で、じゃあそんな人間の目線から見て、欲しい人、いらん人っていうのはまあいます。で、まあ、あとはもうお分かりの通りです。有意決定アイデアですよね。ですので、ぜひですね、動画っていうのはそれぐらいちょっとハードルが高いですが、いろんなことを学べる、コンテンツですので、メディアですので、ぜひですね、ご自身の手で作ってみられて、そしていろんなハードルにぶつかられて、それを一つ一つ解決していただければと思っております。はい、そしたら、ここでも家永君にですね、早速、喋ってもらいたいと思います。で、今日一応ここ6工事と7工事まで撮っておりますので、まあ、別に途中で帰っていただくのも全然いいですし、時間をたっぷり取ってありますので、何でも遠慮なくご質問いただければと思います。はい、じゃあそしたら家永君にバトンタッチします。よろしくです。はい、ということで、今ご紹介に預かりました立命館大学生命科学応用科学科の4回生の家永といいます。どうぞよろしくお願いします。で、すいません、まず最初にお断りしておきたいんですけど、まあ、今日来られているのはもう教える側のプロの方々なので、もう僕の教え方はもう本当に下手です。で、もう素人が指導のもどろしながら喋るので、そのあたりはちょっとご容赦いただきたいのと、あとですね、まあ、通常だったら質問とか質疑応答っていうのは最後に取るものだと思うんですけど、まあ、今回は例えば実際にそのパソコンだったりソフトウェアを触りながらのお話だったりするので、適宜その場で突っ込んでください。で、もう手挙げてちょっと待ってとか今のもう一回言っていただいたらその場で戻りますので、どうぞ適宜もう、まあ、気軽にどうぞディスカッションもどんどんしたいと思いますので、そのあたりよろしくお願いします。ということで、まあ、1回目3回連続講義の1回目になります。1回目は、まあ、主に動画の撮影編というところをしたいと思います。で、まあ、さっき木村先生からお話があったと思うんですけども、今回は3回を通して、まあ、動画教材を、まあ、特別なプロ用のツールを使ったりとか、あるいはプロの業者に依頼したいということをせずに、セルフで、まあ、お手軽に動画教材を作ってみましょうというのが今回の目標になります。で、今日はその第1回目ですので、まあ、動画教材紹介は今先生していただきました。で、僕がお話しするのはここで撮影のノウハウについてお話ししたいと思います。で、次回は1ヶ月後に編集編についてお話をして、最後3回目に出来上がったものを、まあ、皆さんでシェアして見てみましょうということとまとめをしたいと思います。でですね、まず最初に動画教材は、メリットとデメリットが両方ありまして、まず1つ目の、まあ、いろんなタイプがさっきあったと思うんですけども、それぞれに共通するメリットとして、まあ、一つは、まあ、見る側からすれば場所だったり時間だったりを全く気にせずにその教材を得ることができる。で、もう一つ提供側からすると、まあ、それを、まあ、主に自分の大学の例えば、まあ、自分の学校の学生だけでなくウェブを通して例えばそれこそ学校を超えて見ていただいたりとか、それこそ、まあ、共通的な英語のような言語を使えば世界中に配信することもできる。で、なおかつそれをウェブ上に保存することで持続的に一定のクオリティで提供できるっていうのが動画教材のメリットの一つかなと思います。で、もう一つは2回目でご紹介するんですけど、編集という工程を挟むことでその撮影した時よりもその講義の完成度をよりアップさせることができます。例えばミスとか全て消すことが基本的にできますし、あるいは講義中に言えなかったこととかを編集という過程で補うことができます。で、その一方でなんですけども、まあ、デメリットもちゃんとありまして、まあ、一番はここですね。とにかく手間がかかると。で、一つは撮影の準備であったり編集という工程、もう膨大な時間がかかります。で、
まあ、もちろん来れば来るほどその教員の方々のご自身でまあするのが難しくなってくるので、専用のスタッフであったりとか、あるいは機材であったりとか、当然それに見合うコストがかかってきます。でもう一つはまあ動画教材は基本的には見る側の人とその提供する側の人っていうのは面と向かって話をするわけではないので、なかなかインタラクティブになりにくい。どうしてもその例えば学生がどういうリアクションしながら授業を聞いてくれているのかなっていうところのフィードバックをどうやっているかっていうのは難しいかなと思います。でそのあたりはだから適宜アンケートを取るであったりとか等でまあ補うことはできるのかなと思います。ということで、ですね、まあ、半分、僕の自己紹介も兼ねてるんですけども、僕は、立命館大学の生命科学部の出身というか、まだ在学をしています。でこの生命科学部と薬学部でもう一つあるスポーツ健康科学部では、多分先生方それぞれ共通してご存知だと思うんですけれども、まあ、木村先生だったりが中心になって進められているプロジェクト発信型英語が行われています。でこのプロジェクト発信型英語の中では、まあ、教材に限らず動画を積極的に取り入れてまして、まず目立ったの一つは学生の優秀な発表を YouTube 上で公開して、で、まあ、幅広くシェアをしていただきましょうというところが一つで、先日ですね、YouTube ライブのアカウントがあるんですけども、そちらで前期のセメスターの最終発表会、これポスタープレゼンテーションだったんですけど、これを YouTube ライブで配信をするということをしました。でこれ各々確か100名ずつ程度確か見ていただけたと思っています。で、もう一つは先ほど木村先生からご紹介がありました反転授業、P0 という科目なんですけども、この P0 の配信を行っています。で、僕は主にこの P0 の配信のところだったりと、あと授業の収録のお手伝いをさせていただいています。で、今日はまず、まあ、どういうふうにこの動画教材作られていくかというところをお話ししたくて、でその例としてさっきの P0 を例に取り上げたいと思います。で主に動画教材を作成するのは4つの工程に分けられます。1つ目は、まあ、使う教材の準備のところだったり、流れの確認、脚本だったりというところの準備段階が1つ目です。で2つ目は、まあ、実際撮影ですね、収録です。で3つ目、それの編集があります。で最後、まあ、もしウェブ上に配信するんだったら配信のアップロードが入ってきます。でそれぞれ分けてまずお話をしたいと思います。まず収録なんですけども、どういう収録を、僕だったり木村先生がしていたかというと、これ大学の教室なんですけども、左側に70インチの大型の電子黒板、ディスプレイを置いてます。でその左右に先生と、アシスタントの学生一人ずつ立っていただいて、でその後ろで業務用のカメラを回しているという形です。で先生とアシスタントの人2人にはそれぞれ有線のピンマイクをつけていただいて、でそれで音も取りながらやっていますという形です。でこれは、出演者が2人で、撮影が1人で、撮影のアシスタントが1人の合計4人でやっていました。で次編集なんですけども、編集はどういうことをするかというと、まず撮影したデータの取り込みですね。でそれの、まあ、各種補正だったり修正という作業があります。でもう一つ、ずっとビデオは回しっぱにしているので、まあ、いらないところをどんどん削っていくトリミングと呼ばれる作業があって、最後書き出し、要は、編集ソフト上で見てるものから、まあ、一般のパソコンで見れるようにデータ化する作業が必要になってきます。でこれは基本的に編集者っていうのは僕一人でやっています。でまあ、必要なものとしては、まあ、僕の場合なんですけど、このノートパソコン1台に、Adobe という会社の Adobe リーダーとか有名だと思うんですけど、その Adobe から出てますプレミアプロっていう、年間のサブスクリプションをして48,000円くらいのそういうソフトがあるんですけど、それで編集をしています。でまあ、デジタルのデータなので、まあ、いつパソコンが壊れてしまったりとか、あるいは
まあ、盗まれてしまったりということもあると思うので、まあ、ちょっと不安なのでデータのバックアップのハードディスクを、自宅に2台とあと学校に1台用意して、で撮影した元のデータであったりとか、この書き出した後の完成品のデータをそれぞれ保管して、まあ、もし何かあっても修復できるようにということをしています。すみません、はい、その編集なんですけれども、はい、一つの授業にどれぐらい編集時間、はい、後でお話はするんですけど、この P0 っていう授業だと、それぞれお話すると準備で大体その1時間くらい、2時間くらいですか、2時間くらいかけて、でスライドを作ったりとか進行の確認、その先生とアシスタントの学生で打ち合わせをしたりっていうのがそのくらいあります。で収録は大体1時間か1時間半ほどかけています。で、この P0 で作っているのは、大体10分×3本か10分×4本で一連でつながる30分か40分の講義なので、これを編集するのに大体、まあ、ちょっと週にもよるんですけど、最短で3時間で最長で、まあ、5時間6時間くらいは、まあ、休憩入れながらだと5時間6時間くらいはかかっています。結構な手間です。トータルで、まあ、頑張ればまんまる1日使うような作業になってきます。ということでよろしいでしょうか。はい、ということで、まあ、割と時間がかかっています。で、教材例として、まあ、さっきの P0 があるんですけども、まあ、さっき一応ご覧いただいたので、またご覧になりたい方は YouTube でプロジェクト発信型英語の方にアクセスしていただいてご覧いただければと思います。でですね、まあ、さっきもお話ししたんですけど、まあ、30分の講義を作るのに大体これだけの時間がかかっています。で、まあ、どのようなタイプの動画教材を作るにしても、おそらく準備にかかる時間と配信にかかる時間というのはプロであろうと素人であろうと全く変わらないと思います。もうほとんどやってることはこの準備にかかる時間、配信にかかる時間というのは実質先生にやっていただいていることなので、まあ、そんなに大差は出ないかなと。で、まあ、注目したいのはここなんですね。収録と編集、やっぱりここが目立って時間がかかっている。で、まあ、これ実際360分かかってて、まあ長いですよね。で、もし教員の方お一人が自分で動画を撮って自分で編集で自分で公開されるってなったら、まあ無理でしょうね、こんだけの時間を。で、それこそ例えば大学の、まあ、講座講義として科目としてあったとしたら、それが15週続く、だ15週こんだけのことができるかったら、まあまず無理でしょう。なので今回、まあ、10分の講義を実際に作っていただきたいと思います。で、10分のその動画の中でどんだけの時間をかけるか、撮影に30分で、それの編集に60分、合計90分でお手軽な動画教材を作っていただこうというのが今回の目標です。すごくシンプルで早く作れるものを目指したいと思います。で、まあ、とにかく、まあ、手持ちのもの、お手軽にできるもので作りたいということを目指しています。なので、まず何から揃えたらいいかというところなんですね。収録の、まあ、最低限これがあればできますよというものとして2つ考えました。で、1つ目はもうすごくシンプルです。スマホかタブレットの内蔵カメラで撮れますというか撮れるようにします。で、もう1つはですね、まあ、お手持ちのノートパソコン、ラプトップで可能です。で、Windows と Mac が、まあ、主だって2つの OS があると思うんですけども、それぞれにフリーの編集ソフトが、まあ、Microsoft と Apple から用意されています。で、Windows は Windows Movie Maker があります。で、Mac は iMovie がありまして、で、それぞれフリーで、まあ、元からアプリインストールされているか、あるいはそのそれぞれメーカーからダウンロードすることができるようになっているはずですので、またご確認いただければと思います。で、まあ、これ2つあれば最低限作ることはできるんですけども、ちょっと動画のクオリティをこれよりも少し上げてみたいと思います。で、何を使うかと言いますと、まずあれちょっと確認を取ってみると、皆さんどれぐらいスマホ、はい、タブレットをお持ちなのか。すみません、スマホタブレットをお持ちの方は挙手いただいてもいいですか。持ってないでしょ、少ないな。
ミキ先生はフィーチャーフォンですか？今日持ってない。あ、今日持ってない。ご自宅にはあまりタブレットがあります。あ、わかりました。皆さんも持ちといて、はい、ということで、そのスマホかタブレットをのその 内蔵のカメラの標準の動画撮影機能だけでいきたいと思います。で、今日はまあ例としてアップルの iPhone5 を使って説明したいと思うんですけども、大体各メーカーで差はないです。その例えば使い方であったり機能の差は。でもし Android をお使いの方がいらっしゃったら、多分 iPhone、iPad よりはちょっと凝ったマニュアルの設定であったりもできるかなと思います。ということで、今日は iPhone を使いたいと思います。で、2つ目として、まあ、あれば便利な周辺機器で、これはまあ iPhone につなげば、スマホにつなげば動画のクオリティが上がりますよというものです。で、ちょっと今日実際というか、さっきヨドバシカメラに買ってきたんですけど。あ、さっき買ってきたんだね。いや、これは先週買って、これは、つい3時間前に買いました。ですね、まず1つ目がライブマイクと呼ばれるもので、こんなものなんです。すごいちっちゃいですよね。で、これはまあどう使うかというと、まあ、これはスマホのイヤホン端子にそのままこんな感じで挿します。で、こんな感じで挿していただいたら、特別になんかこのマイクを使うようなアプリが必要なわけでもなくて、普通にあの内蔵のビデオの機能であったりとか、あとは何ですかね、あのボイスレコーダーの機能であったりとかで、そのまま使うことができます。で、こういう外部マイクを使うとどういうメリットがあるかというと、あの通常の携帯電話だったり、そのあるいはパソコンに例えばスカイプとかするためのマイクって入ってますよね。そういうマイクってその向きが広めに取られていて、どの方向から喋っても音が取れるようにできていたりします。で、そうすると、まあ、どういうことが起こるかというと、当然その喋ってる、例えば自分の喋ってる声を取った時にその声は入りますけど、その周りにある、まあ、俗に環境ノイズと呼ばれるものも一緒に拾ってしまいます。例えば今だったらエアコンと換気扇が回っているこの音当然拾いますし、あとはなんかこういうサラサラとした音であったりとか、ちょっとしたノイズは本当に入ってきます。で、こういうものをカットするだけで動画のクオリティってすごく上がります。で、多分動画教材で実際視聴する場合はほとんどの人が自分のスマホだったりタブレットだったり、あるいはラップトップを使ってイヤホンを聞いて聞くことがほとんどだと思います。で、特に学生が視聴するようなことを想定した場合はそういう環境がほとんどかなと思うんですけど、最近のイヤホンって結構安物でも優秀なので、そういうノイズとかってすごくよくわかるんですよ。なので、どっちかっていうと動画のクオリティよりも音のクオリティの方が見る側は気にします。なので、音のクオリティが上がるだけの動画のクオリティは1段2段と一気に上昇して見えるので、こういう手軽なものは使うべきかなと思います。ちなみにこれはですね、確かヨドバシで2799円とかだったので、すごくお手軽に買えますし、で、こういうマイクって各メーカーがそれぞれ出してまして、なんか業務用のマイク、プロが使うようなマイクを作ってるメーカーが、例えば iPhone のこのライトニングの充電端子につなぐタイプのものだったりとかが、まあ、1万円弱で出てたりとか、結構何種類かあるので。値段の違いは何の違いになる？実質コストですね。で、例えばこのマイクはちょっと見にくいんですけど、スイッチがローと入ってあります。で、これは要は、まあ、周りの音がというか、その取りたい声が遠かったりちっちゃかったりしたら、ローからハイに切り替えたらよりいろんないっぱいの音が取れますよ。で、こういうふうに近ければ、まあ、当然ハイにしたまま大音量で喋ったら、あの音が割れるって言ったらお分かりいただけますかね。その音量入力過大になってしまうので、ローに下げてやるっていう、その切り替えだけなんですけど、そのもっと上等なマイク、例えば今ここに出させていただいているマイクとかになると、例えばその音の入力レベルを自在に変えることができたり、あるいはこのマイクだと、まあ、マイクのその向きを指向性というんですけども、そのマイクの向きの指向性がだいたい100度くらいに限定されてるんですけど、上等なマイクだとこれを多分60度狭めることができたりとか、もっと広くしたりとか、あるいはこのマイクだったら撮った音はモノラルに、要は LMR も同じ音が聞こえるんですけど、それをステレオで撮れるようにしましょうとか、
っていうふうにもっと多彩な機能が自在に変えられるように搭載されていたりします。なのでどういうことをしたいっていうニーズに合わせて選んでいただけたらいいのかなと思います。でもう一個質問ないけど、はい、イヤホン端子にそれを入れるんでしょ、はい、イヤホン端子って音が出ていくイメージがあるので、はい、なんか出力かなと思うんやけど、はい、マイクはこれ音を入力するじゃないですか、はい、そんなもんなんですか、入出力同時対どっちもいけるですね。ちょっとすみません、 Windows のラップトップは今わからないんですけど、おそらくあのなんて言ったらいいんですかね、あのスマホについてるイヤホンマイクってあるじゃないですか、はいはい、あれの端子って結局これですよ、ね、うん、でここにあの筋が3本通ってるんです。でこの3本何を表してるかっていうと L と R とマイクっていうその接点がそれぞれ3つ通ってるんですよ。で実際にこのスマホのインプット側にもそのこれには筋が3つ通ってて、要はイヤホンも入れられるしマイクも入れられるようにちゃんと仕様が設計されています。で多分 Mac もそうなんですけどですね、はい、これイヤホンのマークがついてるんですけど、実はこれマイクも入れることができるように。これ意外と、ね、知らないんですね。あの僕は7年前くらいから Mac 使ってるんですけど、その頃はあのイヤホンとマイクの入力別々だった、ね、昔の Windows も書かれてましたね、はいはい、でなんか例えば Windows だったらなんか緑の穴とピンク色の穴みたいな感じで分かれてて、でまあそれがすごい見にくかったのを覚えてるんですけど、まあ、今はもう一つの端子になってしまってるの で、うん、でちなみにこれ入れるじゃないですか、入れたら自分で撮りながら例えばイヤホンで音確認したらどうやって聞くねんと思うじゃないですか。ここにねイヤホン用の端子がもう一個ついてて例えばこう喋りながらイヤホンつけたら自分の声がちゃんとフィードバックされて確認できるように。それはもうノイズがだいぶリダクションされてる、クリアな音が聞こえる。はい、聞こえます。なんで、もし後で試してみたい方いらっしゃったらお貸しするので、ご自身のスマホなりタブレットなりつないでいただいて、あ、Mac でもいいと思うんですけど、Windows でもいいと思うんですけど、つないでいただいて、でイヤホンつけて聞いていただいたら結構クリアです。で、もう一つですね、ミニ三脚っていうものをご用意しました。なんか変な形してるんですけど、これはですね、こうアームが自在に記憶形状に曲がるようになってまして、しでこれで足を立てて上げまして、でこのスマホを引っ掛けるホルダー部分がこうバネに伸縮するようになってて、でこれを伸ばしてやって、よいしょ、止めると、はい、こんな感じで固定することができます。でよくなんか携帯で動画を撮るときになんかテーブルの上に直置きしたりとかっていうことがよくあったり、あるいはもうそれを手持ちで撮ったりということもあると思うんですけど、手持ちは確実にやめた方がいいです。でテーブルに置くのも角度が変えられなかったりとかするので、やっぱりちゃんとした、まあ、安物でもいいのでこういう三脚という形のものがあればいいのかなと思います。でこれはですね、僕最初想定価格で1000円から8000円って書いてたんですけど、これ1000円切ってました。990円でした。でこれヨドバシでもその向かいのビッグカメラでも売ってるので、まあ、もしご興味おありならこの後お買いに行って買って帰ってもこの研究会は大体終わった後ヨドバに行ってヨドバシで恒例になってますから、ね、もしヨドバシ行かれるんであったら僕ツアーでご案内しますいいかも部会ご一行様で確かねまだ20個くらいだいぶあったと思うのでここの会の方全員帰るくらいは残ってるかなと思います。ですからその板書型の動画教材を作られる方には必須とも言える三脚っていうのが、はいはい、まあ別に教材作るだけじゃなくてそれこそ普段から授業の収録であったりっていうのも全然使えますし、近藤先生もP の授業の英語 P の授業の、はい、でしたよ確か、はい、そうですね、やっぱあれ便利ですよね、あると便利ですね、はい、ただ教室で撮るんやとそれやとちょっと小さなやつでかいやつ、ああもうちょっと大型のものですか、はい、でまあ三脚は三脚の性能とか質っていうのは割と値段に比例しますので、もっといいものを求められるんだったら値段もその分上がっていくかもしれない。
か。とんでもない価格の三脚もありますよね、はい、カメラ買えるやんというような値段も、僕手持ちの業務用三脚があるんですけど、定価が定価12くらいします。でそれはもう三脚自体が 7-8 キロくらいあるような、すごいそれこそプロが持ち歩いてるような重いやつなんですけど、でまあそれを当然使うこともできて、なんかそういう三脚って普通カメラ載せるときにお皿って呼ばれるその三脚とカメラをつなぐプレートがあるんですけど、あれをスマホ用にこういうホルダーに変換して付けれますよっていうのもあるんですけど、でもまあ大体スマホを使うのであれば1000円台の三脚で十分ことは足りるかなと思います。でこういうテーブル上載せるものだけじゃなくて、足が 1.5 メーターくらいまで伸びるものもちゃんとありますので、まあ、用途に応じてお買い求めいただけたらなと思います。でですね、じゃあ実際にこういうスマホであったりこういうマイク三脚を使って、まあ、いざ撮影をするときどういうことに気をつけたらいいか、結構いろいろ細かいポイントがあって、でそれらをクリアするとこういうその、まあ、チープなものを使っていてもそれなりの見栄えが良くなります。でどういうことに気をつけたらいいかというと、まあ、いくつかジャンルが分かれているんですけど、まず一つは場所ですね、環境です。で最低限気をつけていただきたいのはこの2つです。もう部屋をできるだけ明るくしてください。でできるだけ、まあ、夜はよりは日中の方がもともと部屋の明るさ明るいのでいいかなと思います。でもう一つは音なんですけど、まあ、今も、まあ、この真夏なんでエアコンがガンガン入ってるんですけど、エアコンの音とかはできるだけ入れない方が、それに越したことはありません。ただまあ夏場なのでもう入れざるを得ないのは仕方ないかなと。で、僕と木村先生でやってた P0 も夏場はもうシャーなしエアコン入れてたんですけど、ただやっぱりエアコンの音でちょっとは乗るんですよ、ガーっていう音が。でそれはもう編集で特定 その音を指定してそれだけ省くようなことができたので、まあ、それをしていました。でですね、次カメラですね。カメラは、まあ、どういう授業の仕方をするかにもよるんですけども、例えば、カメラの前でその講師が喋ってるそういうものをする場合は、まあ、被写体の正面に必ずカメラを、要はスマホですね、スマホを置いてあげましょうと。でもう一つは高さをできるだけ顔の正面まで持ってきてあげたいんですよ。例えばこう下からだったら見上げるような画角になりますよね、じゃなくてできるだけ高さを上げてあげて正面大体最低限胸の高さくらいまで持ってきてあげると、その人だけじゃなくてその背景にもし場所等をしていたらそれがすごい綺麗な正面から見やすい形になるので、そのカメラを置く位置を考えたいなと思います。でもう一つは例えばこう撮った時に多分そのままポンって置いただけだとそのカメラに映る映像ってすごく傾いてたりとかすると思うんですけど、それをまあ何ていうんですか、ちゃんと正面向きに傾きがないようにするのを水平を撮るという言い方を僕はするんですけど、その水平を撮るのは三脚のアームを調整してあげて撮ってもらうんですけど、この時にどう揃えたらどう動かしたら水平が取れるねんっていうのがきっとあると思うんです。あとでちょっと実演するんですけど、例えばこの環境っていう意味でこの教室を見渡すと結構直線がいろいろ張ってるんですよ。例えばこういう壁の線であったりとか窓枠、スクリーンの枠、あるいは白板の枠っていうものがあるので、こういう線をその画面の縁に合わせるようにすると水平がきれいに取れたりします。で、まあ、それに合わせてなんですけど、その水平を取ったら次は構図というものを作ります。基本的に、まあまあ、今回だとお一人で作っていただく教材なのでカメラワークを固定するようなことだと思うんですけど、じゃあ何をどの位置に持ってきてどう写すかっていう、まあ、これを構図を作るというんですけど、この構図をどうやって作るか、どう例えば画面の中どこに人を置くか、どこに背景を置くかっていうのはちょっと難しいので、これは後で代表的な構図の作り方を実例と交えてご紹介したいと思います。で、次がですね、すみませんちょっと順番が入れ替わりました、ホワイトバランスと明るさをロックするっていう
あるんですけども、これもまたちょっと実例を交えてお教えします。5つ目がですね、画面の紙片 10% か 15% 程度の余白を設けましょうという。この余白を業界ではセーフティーゾーンという言い方をしたりするんですけど、要はセーフマージンを設けないと、例えば画面のカツカツに人がいたりとか板書がギリギリまであったりすると、その視聴するデバイスによっては縁をちょっと切って出したりとかするものがあったりするんですよ。ブラウン管時代のテレビとかご存知の方って結構縁が切れてたりとかいうのってあったと思うんですよ。でそういうことが、動画ウェブで今日公開するような動画だと何で見るかは分からないので、そういうことを想定してちょっと余白を四隅に紙片に設けてあげましょうということをします。ということでちょっと実際に実演をしてみたいと思います。これ僕の iPhone が今そのまま映ってるんですけども、すいません木村先生、ちょっとモデルになっていただいてもいいでしょうか。でちょっとこれでちょうどこれのモードもあるので、まあ木村先生は例えばこの白板の前で授業をする様子を撮るっていうことを想定した場合ですね、まずすいません、ちょっと今高さを稼ぐものがないんであれなんですけど、カメラ車体の正面と同じ高さに、なのでちょうど先生の胸のと同じ高さで正面に持ってきてるっていう感じですね。で2つ目が、黒板や壁の線を目印に三脚で水平を取るということなので、ここの辺そうです、 iPhone とか iPad ってこうグリッドが入ってるんですよ。この線ですね、はい、この線ですね。でこのグリッドに、例えばこの上側のグリッドにこの白板の上の縁を合わせてやるとこんな感じになります、ね。で、このままだとちょっと余白ができるんで、ちょっと下げてやってこんな感じにすると綺麗に水平が取れましたと。で次、ホワイトバランスの明るさをロックするっていうのは、通常こういう内蔵のカメラって例えばフォーカス焦点であったりとか明るさであったりとか、あとホワイトバランス色温度をこう全部をフルオートで撮ってるんですよ。でこうフルオートで撮るとどういうことが起こるかっていうと、例えばフルオートで撮りました、で人がこの中で画面の中で動きましたということがあると、往々にしてフォーカスが迷うっていうんですかね、ボケたりそのどこに合わせようかカメラが分からなくなってしまうっていうのが結構起こるんです。なのでフォーカスはできるだけ固定してあげた方がいいと。で明るさもその被写体が動くとその画面の中に暗いものと明るいものがきっと分かれているので、それが動くことによって明るさを どれを基準に明るさを取ったらいいのかというのはカメラが迷います。でそのホワイトバランスの合わせ方も同様にカメラが迷ってしまうので、基本的に固定値を設定してあげたい。ですいません、ちょっとアンドロイドの方いらっしゃいますかね、この場で。あ、アンドロイドですか。多分アンドロイドも同じやり方でいけると思うんですけども、じゃあ今この場にいらっしゃる方でほとんど iOS、 iPhone、 iPad ですね。でしたら、合わせたいものに向かって画面をこう長押しするっていうのがあるんですよ、はい、でこれをすると画面の上側に AEA ブロックをオートエクスポージャーとオートフォーカスロックっていう機能が実は内蔵されてまして、でそうするとこれフォーカス常に絶対この木村先生の顔に狙い続けて、明るさも木村先生の顔で基準になっていくっていう機能があります。で例えば場所を変えてみますね。例えばこの下側に椅子あるじゃないですか、ちょっと暗くて見えないですけど、この椅子に合わせる。お、そしたら今この椅子を基準にしてるんですけど、そしたら部屋の下にあって照明当たってなくて暗いので、これを基準にしたら当然めっちゃ明るく。でさっき木村先生を狙った時に暗くなったのは、多分先生が白のシャツを着ていらっしゃるっていうのもあって、でそしたらこの白が白飛びしないような明るさに調整するので、この明るさになります。なのでこの AE と AF ロックっていうのは、絶対に使うべき
機能の一つです。あのこれを使わなければ、まあ、iPhone 買って人損してると言ってもおかしくないくらいの機能だと思います。知らなかった、はい、これね確か iPhone4 から入ってる機能です。なるほど、ね、iOS の5から載ってたと思います。お前ずっとこれ僕はどうなの、はいそうですね、こう合わせるとはい、これでロックされてるんで、いやそのなんていうんですかね、顔認識と違って、あ、違うんだ、ずっとお化けではないんで、あ、そうなの、はい、だからこの顔、この顔の例えばこのフォーカスを合わせたところの明るさと、フォーカスをずっと固定値のまま、うん、なので例えばこうカメラをずらしていったりとかしてしまうと、うん、そうか、だいたいこの辺に合わせてるってことなんね、はい、そうなんです。 なんでここで木村先生にもしフォーカス合わせていたとしたら僕はこんだけ下がると、うん、多分スクリーンの真正面くらいに今フォーカスがぴったり合うように、ああなるほど、あ、要は被写体とカメラとの物理的な距離は絶対変わらないんで、なので明るさもさっきのとこでこれで合わせてしまったのでここに持ってきても明るくならないんです。わー、なるほど、分かった、はい、逆にここで合わせたら明るいまんまになるってことね、露出が。もっと分かりやすい話をすると、うん、仕事にしまう、例えば、うん、何かもっとか、他に何か絵本ないんかよ、私何かに、ね、あればいいんですよ、ちょっと待って、俺の時計でも写す、今すごく近いものでフォーカスを合わせたんですけど、当然 ここからここの大体20センチくらいの距離でフォーカスを合わせるように設定したので、こう向ければあのぶっちゃぼやけるとボケボケです。これでだから20センチくらいで接写モードでロックされてるの、はいはい、なのでここで合うようにできてるんです。なので当然ずらせばボケていきますし、明るさが変わることもない。なるほどね。なのでぜひこの AEA フロックは使ってみてください、うん、今日の目玉の一つですで、次ですね、画面の四隅に、四隅じゃないですね、紙片に余白を設けるということなんですけど、例えば今僕自然と余白を作ってしまってるんですけど、目いっぱい近づいてみたとして、うん、先生ギリギリに置きました、うん、で白板をギリギリに置いたとして、そしたらまあ、どこに板書するかって言ったら、まあ、当然端から使われると思うんですよ。ただ例えば隅っこに板書されたとしたら、なんかこういうところがありますか、ペンが、すみません、あ、ケーブルペンね、あ、ペンって毎回借りてたような気がする。あ、じゃあなくてもいい、まあ、じゃあ仮にこの辺で書きました、はいはい、書きましたとしたら、うん、画面のめっちゃ隅っこに今ボード消しがあります、うん、で当然これにこう置いてしまうと、もしかしたら見るデバイスによってはあの四隅をちょっと切って拡大して表示するようなデバイスもありえると思うんです、まあ、テレビなんかは割とそうで、あの例えば撮った時の画角 100% 出すのちょっと拡大して 105% くらい出すっていう設定してるテレビってすごい多い。そしたら四隅に実際置いてたら、これ例えばテレビで見たら端が消えてしまって、こんな感じで見えたりとかします。なのでちょっと余白を残しておく。で余白を残すもう一つの理由は、まあ、当然撮影時に水平を取ったりとか画角を調整したりということはちゃんとするんですけど、もしかしたらこう傾きとかずれてしまうこととか当然起こりうると思うんですよ。そしたらずれてしまった角度をどうやって直す、できたら直してみせたい、そしたら編集でちょっと拡大して、で傾きを直して拡大をして、そのいらない部分を切るっていうことをするので、そしたらそれ用のマージンを当然確保しないといけない、うん、っていうことで大体四隅 10% か 15% 程度は残しておきましょうということをします。そういう不測の事態に備えての遊びの部分も残しておいた方がいいってことですね、はい、で、まあ、今はデジタルの時代なんでデジタルの動画の時代なんで 10% くらいで、まあ、大体どうもないんですけど、すいません、昔テレビが16:9じゃなくて4:3のハイビジョンになる前のアナログの時代
だったらこのマージンは 20% 取っておきなさいって言われました。正方形テレビの時代ですね。はい、そうです。であれはブラウン管のテレビに映したら絶対 15% は切れるようにできてたんですよ。もうどのメーカーも絶対そういう設計にしてマージンを取ってたの でそれがデジタルになって、まあ、確実に情報が劣化せずにテレビに送れるようになったっていうので、まあ、大体 10% くらいのマージンで対処できるだろうということで、まあ、10% は余白を設けてあげてください。で最後構図の作り方ですね。さっき画面にとりあえずその白板目いっぱい映してそこに木村先生を配置するような作り方をしたんですけど、じゃあ実際どういうこのセオリーにのっとってどこに何を置くかっていう作り方って、まあ、とりあえず取ればいいやっていう取り方をすると、まあ、いらないものがいろいろ入ってしまったりとかするので、まあ、どういう置き方をしたらいいか、すみませんちょっと言葉がちぐはぐなんですけど、どういう取り方をしたらいいかっていうのを代表例を交えてご紹介したいなと思います。で、まあ、どんなもの、その人であったり風景であったりあるいは食べ物を撮ったりどんなものであっても写真だったり映像をやる人がまず最初に教えられるのは三分割法と呼ばれる方法です。で基本的にはこのやり方を使えばオールマイティどんな場面でもどんなものでも対応できると思います。で2つ目はこの三分割法をちょっと応用した五分割法と呼ばれるもので、これ後で実例交えてご紹介するんですけど、三分割法よりはちょっと背景がより広く見せられたりとか、まあ、全体的にダイナミックな見え方がしたりライブ感が出るような見え方がしたりっていうことがあります。で3つ目は日の丸構図と呼ばれるものがあります。で、4つ目は黄金比を使った構図の配置の仕方というのがあります。でそれぞれご紹介したいと思います。まず1つ目三分割法と呼ばれるものなんですけども、これはですね、まあ、ある人がポスター発表をしていて、でそのポスター発表の様子を撮るという想定で作ったんですけど、三分割法っていうのはこの画面の各辺を3等分して、その3等分した点と点をこうグリッドを配置して、でその線上あるいは交点に移したいものを置くっていうやり方が三分割法と呼ばれるものです。例えば今だったらこの発表者のプレゼンターの顔の中心にこの交点を持ってくるっていう置き方ですね。でちなみになんですけど、この彼女の、まあ、右手がちょうどこの線上に乗るっていうのもこれも計算して配置をします。でこの三分割法は今だったら1人だけなんですけど、複数にいる場合でも例えば三分割法で使えて、例えば僕と木村先生がこういたとして、で三分割でこう取るっていうやり方もできます。例えばこのこれに僕と木村先生がいる想定をしていただいて、でここに僕がいてここに木村先生がいる、そしたら左と右の線上にそれぞれ乗っかってるというような取り方もできます。で三分割法を使うと基本的に、まあ、その写ってるもの自然と目がそこに行ってっていう自然誘導ができるようになっているのと、あと全体的に安定した見え方をします。なので、まあ、今回みたいな教育用途の動画っていうのはすごくお勧めできる取り方です。だからiPhone の先ほどのカメラのグリッド線だとに合わせていただくとちょうどいいかなと。三分割法になってます、はい、でこの三分割法を応用したものが五分割法と言われるものなんですけど、ちょっとどう変わったかっていうと、人がまずちっちゃくなったのはお分かりいただけますか。さっきの人だったらだいたい下側をその人の胸で合わせてました。これバストショットという言い方をするんですけど、バストショットで撮ってたものを次は腰下で合わせるようにしました。そうすると当然人はちっちゃくなります。で背景がすごくさっきのポスターよりも広く広範囲に見えるようになりましたっていうのを五分割法という見せ方です。なのでまあどういう何を背景に何を持ってくるかによって考えていただけたらいいのかなと。なので例えば五分割法で背景に板書をしている、そしたら五分割法だと当然板書全体を見渡すことができます。で三分割法にするとある程度背景拡大されるので、
まあ、要所要所でピックアップしたいところだけを見せることができます。というのが3分割法と5分割法でした。で、次が日の丸構図と呼ばれるもので、ちょっと人物が例じゃなくて申し訳ないんですけども、これはもうそのままで、画面があって、画面を国旗に例えてその真ん中に持ってきたいものがあるから日の丸構図という言い方をします。で、日の丸構図の利点は何かと言いますと、大体画面を見た時に見る人の大抵はまず目線が自然と中央に行くというのが統計的に証明されてまして、とりあえず真ん中に目線を誘導させて見せたいものがあったらそこに見せることができます。ただ白板を映すことを想定してその真ん中に人を持ってきてしまうと当然背景隠れて何も見えないっていうのと、あと日の丸構図の、まあ、これを顔に例えていただいたらいいんですけど、顔があってこの下に体があればいいんですけど、そうすると余白が結構あちこちに空いてて、でこの余白が微妙に隠れて見えない余白なんですね。なので全体的に画面に無駄が発生します。なので見栄えが単調になったり平凡になる一因になってしまったりするので、あまりおすすめはできない写し方かなと思います。特になんか人を複数に置いたりとか、人と物を組み合わせて、あとは人と背景黒板を組み合わせて撮ったりする撮り方では基本的には使えない撮り方だと思います。でもう一つ、あの黄金比を使った撮り方っていうのを、まあ、ちょっと余談でご紹介したいなと思うんですけど、黄金比は美しいってよく言うと思うんですけど、まあ、実際その通りで、その安定した見え方と黄金比っていうのが一致するんですね。で、例えばこれ海を撮ってて、海岸を撮ってて、で日太陽がここにあるんですけど、こうまず横の辺、どういうことをしたかというと、横の辺を 1.6 と 1で割って、でここ線引きました。でこの線をまた 1.6 と1で割ってっていうのは延々と繰り返していくと、最後ここに太陽が自然と来るんですね。でこうすると見え方が綺麗ですよっていうのが黄金比の使い方です。もう一つ、これも、まあ、人を2人撮ったんですけど、これも黄金比が使われていまして、そうですね、まず何をしたかというと、あのとりあえずバッテンを書くんですよ、画面に。この頂点と頂点を合わせるようににバッテンを2つ書いて、で、バッテンを書いて、すみません、ちょっと、ここ対角線、はい、対角線を書いて、で、それと合わせて、この各辺を 1対 1.6 に割った線を引くんですよ。そしたら、その線と対角線の交点に物を持ってくると綺麗ですよっていう。まあ、その理論としてはすごい複雑なんですけど、で僕もあのこれをわざと意識して撮ったわけではなくて、自分で感覚で見てこの写真きれいに撮れたなって思って、まあ後で線引いて分析してみたらちゃんとこういう見え方になってましたよっていう、まあ、結果論の後付けなんですけど、でもやっぱりこういう黄金比を使った構図の配置の仕方をするときれいに見えるそうです。なるほど。その左のやつはいわゆるそのフィボナッチ関数、はい、この渦巻きになって収束していくというやつですよね。はい、そうです、はい、フィボナッチ数ですか。はい、で、まあ、実際にこの例えばこっちの右の黄金比使ったものって、さっきの三分割法の構図にほぼ近いんですよ。三分割の構図を使って交点に物を持ってきたものに、まあ、ほぼ近い見え方をします。なのでさっきの三分割法が綺麗に見えるよっていうのは、こういう黄金比からも証明ができると。で次ですね、撮影中に気をつけたいことというのがいくつかありまして、でまず一つ目は、基本的に固定で撮っておられたらほとんど気にすることはないんですけども、まあ、もし何て言うんですかね、長い黒板等があってとか、まあ、あるいは収録みたいなものを想定したときに、この喋る人が動きながら喋る場合って画面から切れちゃったら当然アウトなので、じゃあ例えばカメラ誰か撮る人がいたときにその人を追ってもらう
例えば木村先生をこうバーディー移動しながら喋るような授業があったとしたら、当然カメラが合わないと被写体が切れてしまうので、そうやってカメラを動かす必要があることがあるでしょうと。でそういう時は何を気をつけないといけないかというと、いきなりカメラをガクッと動かしてしまうと、当然見る側って画面がバーンって動くんで当然寄ってしまいますよね。じゃあそうしないようにどうすればいいかというと、基本的にはゆっくりと動かします。でそのカメラをその動画の撮影中に動かすことを横方向に動かすのをパンニング、縦に動かすのをチルティングという言い方をするんですけど、そのパンニングとチルティングのをこれをね組み合わせると基本的に酔うって言われていますなので斜めに振るようなことをすると酔うって言われています。なので、まあ、動かすときは、まあ、横に動かすんだったら横に動かすだけ、縦に動かすんだったら縦に動かすだけのどちらかにしてあげて、でなおかつ、まあ、バッて動かすんじゃなくて、まあ、徐々に徐々にその動いてるものだったら人を追うようにゆっくり動かしてあげましょうと、一定の速度でっていうのが一つポイントです。でもう一つと、基本的にあの収録をするときって、例えば自分で自分を撮るんだったら録画のスイッチを押しました、で本人がここに来て、で中のことを喋りました、で終わったら止めに戻ってっていうことをするんですけど、まあ、これちょっと面倒くさいと思うんですけども、最初から最後までずっと録画しっぱにしておくと後で当然切る必要が出てきますよね。例えばそのトピックの切れ目っていうのは絶対切ると思いますし、 できれば録画段階で切ってあげてください。これはなんでかというと、当然取りっぱにしてしまうと録画を続ければ続けるほどファイルの容量は増加していきます。で例えばどのくらいですかね、30分くらい録画をして、でパソコンに取り込んだら、まあ、単位がギガバイト単位になるようなことって結構ザラなんですけど、編集段階でギガバイト単位のファイルを扱うのは結構、まあ、パソコンにとって負荷のかかることであまりしたくないんですね。なのでできるだけファイルはそのトピックごとに切ってあげるということをしてあげてください。でその際なんですけど、そのトピックごとの切れ目で切ったその各ファイルごとの喋り始めと喋り終わり、要は後でこのパソコン上で取り込んだ時に編集点っていう呼び方をするんですけど、その切れ目になるところっていうのは絶対余白を1秒程度残してあげてほしいんです。っていうのは、話の切れ目だけ、トピックの切れ目だけでもなくて、もしぶっ通しでしている場合でも、まあ、当然のことで余白を残しておくと切ることができるんです。でも例えばずっと話し続けていて余白がないとどこで切っていいか分からなくなったりとか、切ったところが不自然になってしまったりっていうことも当然起こりうるので、まあ、余白っていうのは必ず残してあげてくださいということでですね、ちょっと行き過ぎてしまったんですけど、さっきの構図の作り方っていうのを実際にお見せしたいなと思います。すいません、またお願いします。だから実際こう、はい、ホワイトボードの前に立つ、まあ、板書型の動画を作ると、はい、まずさっきの3分割法と呼ばれるものですね。3分割法だと大体、すみません、さっきねグリッド出るって言ったんですけど、写真モードだとグリッドが出るみたい。ビデオ出ない。ビデオ出ないので、まあ、大体この辺りだろうっていうのを想定していただくか、まあ、あるいはもうそれこそ撮影するデバイスにマーカーでもなんかテープちょんちょんと貼っていただくようなことをしていただいたらいいのかなと。でそしたら例えばこういう形で撮る場合ですね。で、木村先生すいません、ちょっと内寄りに寄っていただいていいですか。はい、ありがとうございます。で今これがだいたい木村先生のこの背中が3分割した筋に撮っている形です。で当然、まあ、ちょっと安定しては見えるんですけど、ちょっと背景見にくいので、木村先生ちょっと端寄っていただけますか。はい、はい、したらだいたい今度5分割したところに先生を配置しました。そしたら背景はより広く見せることができます。で今度すいません、ホワイトボードの真ん中立っていただけますか。
したら、まあ、自然と背景は見ずに先生だけに目が行くような感じになるんですけど、まあ、講義中、例えば講義を取った場合にこの講義中がずっとこの形だったら当然後ろ何も見えないので、まあ、この取り方どういう時に有効かというと、なんですかね、イントロとか終わりの時まとめをする時に、だから最初はここからスタート、皆さんこんにちはみたいな形でスタートすると、はい、そしたら、まあ、当然その最初の間はずっとその真ん中の被写体だけを見てくれるので、でいざメインボディが始まれば、まあ、端に、そうですね、ですからここで、はい、じゃあ今日はもう頑張りましょうっつってここで一回編集かけて、次映る時には5分割のここからスタートみたいな、はい、ただ僕体がことすぎて5分割法でもスライドが見えないって実はあるんですよあのっていうのが、すみません、ちょっと余談なんですけど、あのさっきの P0 をやってた時に、あのアシスタントの天笠さんっていう女の子がいるんですけど、めっちゃ細身の子なんですよ。でまあご存知の木村先生とこううまい具合に対比をなしているような感じだったので、ちょっと天笠さんの置き方と木村先生の置き方って結構余白を持たしながら置かないと木村先生の肩が切れちゃうとか、そういうことがあったので、まあ、基本的には人に合わせる。そうですね、ですから、はい、あの教員の体格もあのどのようなタイプの動画教材を選ぶかの重要な決定ファクターになるかもしれないです、はい、なので例えば木村先生と三分割法を組み合わせると、まあ、白板がほとんど隠れて見えないということも起こりうるのですいません、なので、まあ、要はその人と物を映しているときは、要はそれぞれの画面に占める割合を考えてあげましょうということなんですよ。なんです。まあ、なかなか僕も一昨年くらいまでこれを感覚でこのやり方だと気持ちいいだろうというふうにやってたので、うまく説明するのが難しいんですけど、まあ、実際どういうふうに撮ればいいのって結構悩みだと思うんですけど、結構ウェブ上にこういう類の動画は同ジャンルのもので結構いっぱい上がってるので、ぜひあのそういうものってプロが作られたものも多いのでご覧になっていただいて、でそれを真似するところから始めてみてください。でその真似したものをそのうち自分のものになるようにっていうふうにしていただけたら、テルテルとパンしまくて酔うわ結局これ動きまくるとやっぱ酔うんですよね。で例えばですね、さっきのあのカメラを動かす際は一方向にゆっくり動かしましょうというやつはどういうことかというと、例えばですね、例えば先生が前でずっと動きながらこのスクリーンを使ってプレゼンをしているものがあったとします。はい、で左行ったり右行ったりというのがあると当然折ったりするんですよ、こんな感じで。でこれが例えば急にガッていって折ったりとかすると当然見てる側は寄りますよねっていうことです。とか、まあ、動かし方がこう斜めになってしまったりとかしても当然寄るので、まあ、ピタッと一方向でゆっくりとこうそっと動かしてあげましょうっていうのが、まあ、動くときの注意です。はい、ありがとうございます。ということで、注意点は一通りお話ししました。で、スライドに戻りまして、ちょっと次回のお話をしたいんですけど、次回はFacebook のイベントがもうできて、あ、そうそう、ちょっと先作るの失敗したから一回消したけど、またすぐ作ります。あ、はい多分間もなく Facebook のイベント上で告知がされると思うんですけども、次回は9月6日土曜日のこの時間にまたこの場所で行いたいと思います。で、ここまでに、この次の時までに、実際に皆さんにあのそれぞれが想定されている動画教材の撮影をしてきていただきたいなと。で多分先生方によっておのおのどういう形の動画教材を作りたいというのは異なると思うの でこの後質疑応答の時間を設けますので、その中でちょっと個々にご相談させていただけたら、その必要なアドバイスを返させていただきますので、うん、まあ、という宿題を。そうですね、はい、まあ
板書型にされるのか、キャプチャー型にされるのか、スライド型にされるのか、まあ、それぞれちょっとあのソフトとか使うものとかがソリューションが変わってきますので、まあ、それをですね、まずはちょっとその長大なものを作れってわけではございませんので、もうほんと10分程度のもので結構ですから、ちょっと実際作ってみようと、で、まあ、1回で完結する話っていうのはどうしても語学のね、我々の語学っていうのは継続学習が肝ですから、1本だけで完結っていうのはちょっとまあ難しいと思うんですが、まあ、何かちょっとテストケースということでお考えいただいてですね、でそれに関してその個々にちょっとコンサルテーションさせていただくという、ことにしたいと思います。でちなみに、あ、これ何、はい、あ、次持ってきてもらうもの、あ、はい、あ、いいですか、どうぞ、はい、で、まあ、とりあえず次回、お越しいただけるときには、撮影で使用したそのデバイスですね、まあ、ここではスマホタブレットって言ってるんですけど、もし家庭用のビデオカメラを使いたいですということでしたら別にそれでも構いません。そしたらそれをお持ちください。で、それプラス、次回の編集講座ですので、実際に皆さんにラップトップを開いていただいて、僕と一緒にその触っていただきながら編集ソフトにこういうことができますよっていうのを実際にやってみたいなと思うので、まあ、ラップトップをお持ちいただきたいです。で、Windows だったら Windows のムービーメーカーで、Mac だったら iMovie、 それぞれ2012っていうバージョンがフリーでダウンロードできるはずですので、それをダウンロードしてください。で、Windows の方は合わせてこれネット上で検索かけていただいたらいいんですけど、 K-Lite Codec Pack っていう、要はいろんな形式の動画を読み込むための、まあ、なんていうんですかね、コンポーネントって呼ばれるそのソフトウェアを保管するためのものがネット上にありまして、でこれフリーですので、ちょっとアクセスしてインストールしていただけたらと思います。っていうのが何でかと言いますと、例えば iPhone で動画を撮るじゃないですか。で、iPhone に撮った動画を Mac に取り込んだら Mac でそのまま再生もできるし、どんな編集ソフトに取り込んでも編集することができるんですが、Windows だとこれが跳ねられてしまいまして、その形式が合わないので読み込めませんみたいなエラーが出ます。で、っていうのが何でかっていうと、この Mac と Windows でそれぞれ読み込める動画の形式の種類が違うからなんですね。で、まあ、今ここにいらっしゃる方はほとんどが iOS のデバイスということなので、iOS とかデバイスの動画っていうのは、まあ、MP4 ないしは MOV という形の形式の動画になります。多分ファイル名の後ろに .mov とか .mp4 って書かれていると思います。それが拡張子と呼ばれるファイルの形式のことです。で、その MP4 とか、MOV っていうのは Apple が提唱した動画の形式なので、これは Mac で当然そのままネイティブで読み込むことができますが、 Windows だと跳ねられてしまいます。なので、まあ、それを Windows で読めるようにしましょうというのがこの K-Lite Codec Pack というものです、ね、ちょっと検索かけてみましょうか。いや、まあ、このスライド自体をうちの研究部会のページにも上げておきましたし、スライドシェアも先ほどアップロードしましたので、はい、まあ、ご自宅でも確認していただくこともできます、はい、K-Lite Codec Pack という検索をかけますとここにできます。で、これを入れますと何ができるかというと、要はここに書いてある AVI、MKV、MP4、FLV、MPEG 等々の、まあ、いろんな形式の動画だったり、あるいは MP3、M4A、AAC というのはこれ音の形式ですね。いろんなものが Windows でも自在に読み込めますよっていう、まあ、便利アイテムです。ぜひこれをダウンロードしていただきたいなと思います。で、これは、まあ、Windows だったらXP 以降のものだったら全部ダウンロードできますので、で、ここでダウンロードベーシックをクリックしていただいて、で、ダウンロードのところにミラーと呼ばれるものがありますので、こちらをクリックしていただいたらインストーラーがダウンロードされて、で、そのインストーラーを開いてあげたら自動的にインストールされるという形になります。というわけでですね、今回はちょっと撮影のノウハウを、家永君に喋っていただきまして、もう話すことは、はい、以上でございます。以上ですか。ぜひちょっと何か撮ってきていただく、あるいはキャプチャーしたいという方はこの後、ここ一応7工事も撮ってますので、
キャプチャー動画を作りたいという方はキャプチャー用のソフトウェアを、お教えいたしますので、まあ、参考にしていただければと、まあ、次回9月6日ですね、夏休みの宿題を我々も、学生たちと同様にですねやってくるということでよろしくお願いします。今日は立命館大学生命科学部から家永大輔君に講師として、お話をしていただきました。どうもありがとう。